アイアンサイド男爵は、連合王国貴族の男爵位。陸軍軍人、エドムンド・アイアンサイド元帥が1941年に、乗されたのに始まる。1939年から1940年に、かけて帝国参謀本部総長を務め、陸軍元帥まで昇進した、陸軍軍人、ウィリアム・エドムンド・アイアンサイドは、1941年1月29日の、直居で、 アバディーン州におけるアークエンジェルイコールアイアンサイドのアイアンサイド男爵に上された初代男爵の死後、その唯一の男子エドムンドオスラックアイアンサイドが二代男爵を継承した。2020年現在の当時は二代男爵の長男チャールズエドムンド・グレンビル・アイアンサイド。邸宅はエセックスボックステッドのオールドハウスレーンにあるプリオリーハウス。男爵家の紋章に刻まれるモットーは 臆することなくしっかりつかめ。ありがとうございます。